工藤さんの小ネタは分かる人には分かるが、人によっては答え合わせしても最後までもっと見る。TBS、不適切にもほどがある。最終回から、主演、阿部サダヲ、脚本、工藤勘九郎の TBS ドラマ、不適切にもほどがある。最終回が29日に放送された。昭和、令和、未来をつなぐ怒涛の伏線回収が行われる一方で、おなじみの小ネタも大量投下された。 佐々君令和に戻った清志、坂本愛と、の前に昭和側で清が交流した不登校生と佐々木くんが現れた。大人になった佐々くん、成田昭治は IT 社長になっており、デロリアンのような未来的な車から登場。車ナンバーは、お、244だった。タイムマシーン開発への出資や未来と関係あるかと思われたが、意外にシンプルに24 4、244。 強しだった「お」は「男組」の頭文字との説も小川選手昭和の体育教師小川一郎阿部が葛飾区立第六中学校に戻ると校長赤堀正明の女装趣味が PTA 騒ぎとなり辞表を出した後で小川先生が苦手にするがさつな教頭佐伯ししど会が校長に佐伯先生は部下の小川先生を「小川選手」と呼んできて 昭和から平成にかけて使われがちだった謎の継承がじわじわきた。令和マスターにポイズンミュージカルでは栗田山本孝二が保定友安仕様のギターを持って居眠りしている喫茶店の令和側マスター沼田漠にポイズンよりも寛容が寛容と歌唱しマスターが目を覚ました。出店はポイズン違いで反町隆史 ポイズンが主題歌だったドラマ GTO に沼田幕が今日主役で出演していたことにかけてあるとの見方もムツゴロウ王国昭和に帰る小川先生を見送りに令和マスターがやってきて昭和の私に伝えてくださいムツゴロウ王国は崩壊するとと言い出した昭和側で今度は清を見送る昭和マスター袴田義彦が未来の俺に伝えてくれ 六五郎王国は不滅だと起演第一話昭和側で喫茶店スキャンダルが初登場した場面純子河合弓らがたまっている横で昭和マスターが畑正則さんがチンパンジーたちと触れ合っている写真が掲載された「アニマル王国」なる本を昭和マスターが目を輝かせて熟読していた伏線の回収と目される。